ですね、今日はこの宇宙創生の謎というタイトルでお話しいたします。急に、話がだいぶ変わりますけれども、ちなみにですね、宇宙 の、 研究、日本でも相当世界のトップレベルでの研究がされてるんですが、その、走りというか、それを始めたのは私の大先生である林忠志郎先生という方ですが、京都大学のその林忠志郎先生を、君宇宙物理やりなさいと言ったのが実は湯川先生です。というわけで、この辺も全部湯川先生のおかげで現在の我々のこういう研究があるんだということをちょっと最初に一言。宇宙とは何か、なんか緩和辞典とかなんかいろいろ調べるとですね、宇は空間、宙は時間だと。でその元はなんか創始という、もちろん私には読めませんけれども、なんか古い、中国の文献にあって、広がっていても何もない、確かに空間ですね、素晴らしいですね、長さがあって端がない、これが時間であると。その で空間は3次元、時間が1次元で合わせて4次元というのが、我々の現在の理解で、これを時空とこう呼んでますが、で、英語はですね、もともとはラテン語起源で、そういう意味では今一つなんかあんまり面白くないですね。ユニバース、バースというのはなんか振り返すとか繰り返すとかなんか、そういう意味らしくて、だからぐちゃぐちゃしてるものを一つにまとめると。非常になんかドライな感じがしますが、宇宙という、現在であればだけども、我々はそのユニバースというのはスペースタイムであると、時間空間であるというふうに理解してますから、そういう意味ではこの中国からの言葉の方が実にフィットしています。で、その、元になっているのが一般相対論的宇宙論で、これはもちろんアインシュタインが、ほぼ104年前ですか、に、発表した一般相対論によってですね、宇宙は我々の、日常的によく知ってる、例えば太陽の周りをこの地球が回ってる、あるいはこの地球の上に我々がひっくり返らずに飛び出さずにちゃんと立ってられるのが重力のおかげ、これは万有引力っていって、全ての物質に必ず引力が働く、同じ同様に引力が働くということですが、その働く引力は実はだから、なぜ万有であって、なぜみんな同じように一様に力が働くかという、その根本原因は実は空間、時間空間が曲がっていて、その曲がりに従って物が動こうとするので、全てが同じように動くんだ、万有引力になるんだということを発見したわけですね。でこれ時空の幾何学として重力量よく見、いろんなところでこう見ると思いますが、こういう空間がぐっと曲がったりですね、こういう曲がったところに物がこう落ち込んでいくと、で持ち込んで曲がっているところに落ち込んでいくときには、みんな同じように同様にその曲がりを感じて落ち込んでいくと、こういうことになるわけです。で、これを宇宙に適用するとどうなるか。宇宙っていうのは至る所に物質が存在します。で先ほど言った至る所の物質が存在すると、至る所に時空が曲がるわけです。で、アインシュタインの理論はそれを、予言してるんですが、なぜか我々の空間は、これは実験的あるいは観測的に知られてるんですが、あんまり曲がってない。空間が曲がってないけれども、エネルギーがあるので何かが曲がらないといけないですね。曲がる方向唯一あって、時間の方向で、時間の方向が曲がると何を意味するかというと、空間が膨張したり収縮したりする。で実際に我々の宇宙は膨張しているということが、観測的にもう70年ぐらい前になりますか、分かったんです。で、これがハッブル・ルメートルの法則、ちなみについ去年まではハッブルの法則って言ってたんですが、ルメートルさんという、それよりもハッブルよりも2年ほど前にですね、実はこのいわゆるハッブルの法則、宇宙が膨張しているという法則を発見しているということが、ほとんど確実に証拠が出てきて、これからはハッブル・ルメートルの法則と呼びましょうというふうに国際天文学会が決めました、去年の10月ぐらいに。いずれにしてもですね、遠くのものほど、どんどん早く遠ざかる。現在 の、知識では、だいたい300万光年ぐらい先の銀河は秒速 70km で遠ざかっている。秒速 70km ですから、例えばですね 0.5 秒ぐらいで、東京じゃないな、ここが、京都から大阪ぐらいには行くわけですね。東京だと500キロぐらいですから、7秒ぐらいですか。
なんかまあ、ものすごいスピードで、それた、あの、実は300万光年って、あの、我々のこの後から過ぎますが、宇宙論的には非常に近いです。最近遠くに見えてるのは大体、まあ、3億光年ぐらいの先の、あの、銀河が見えてますから、これの100倍ぐらいの速さで遠ざかってる。そういう銀河がどんどん見えてきてます。で、これはまあよく説明する例ですけれども、その遠ざかってるというのが、単に我々が宇宙の中心にあって、皆に嫌われててですね、銀河がバン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 外に出ていってるんじゃなくて、実はこれが一様に起こっているんだ。どこにでもから見ても起こっているというのが、示すためのこの風船宇宙の話というのを見たこともある人多いと思いますが、どこの点から見てもですね、これを風船を膨張させていくと、遠くものほど早く遠ざかっていくように見える。というわけで、これは宇宙が全体として一応東方にですね、同じように、方向に、膨張している証拠であるということが分かった。では、その始まりはどうかっていうと、これを、まあ、最初に言った人は、ガモフという人ですが、宇宙 の, あの最初は非常に、だからそうすると小さかったわけですね。で、小さいっていうことは、まあ、現在のもぶっと圧縮していくと、まあ、大体どこでもよく経験することですが、密度が単に高くなるだけでなくて、温度も高くなります。で、温度と密度が非常に高温のところから宇宙が始まった。で、その始まったものが、ボンとこう、急激に 爆発するように膨張してきて現在になったというわけで、まあ、これを、まあ、ビッグバン理論。それで、最初は、まあ、ビッグバンという名前は、なんか、そんな、まあ、冗談で作られた名前だそうですけれども、あまりにも、この現象をよく表しているので、そのビッグバン理論という名前に現在なっています。で、それのまあ歴史を、まあ、これをまああのサーマルヒストリーの熱史といいますが、これを簡単に見ていきますと、まあ、現在からですね、大体100億、まあ、138億年って現在って言われてますが、その138か140か、あんまりか、どうでも、そのどうでもよくはないかもしれないですけど、細かいところは、まあ、我々にとっては2億年は細かいことです。細かいことはあまり言わなければですね、大体100億年ぐらい昔に宇宙ができた。それから大体3分後ぐらいまでの間に、その先ほど、まあ、青木さんがいろいろ話されたような、まあ、原子核の反応とかそういうのがあって、元素の合成が起こった。で、ヘリウムとかができた。それから30万年ぐらい経つとですね、その電子が、それまで自由電子が飛び交ってたんですが、それがだんだんエネルギーを失って、水素原子、陽子とくっついて中性子を作るというところが、で、宇宙が晴れ上がるといいますが、その宇宙が中性になりますので、光はそれまであの電子が飛んでると、その電子にぶつかって電子に跳ね返されて、まあ、すぐ飛べないんですが、それが飛べるようになるというので、宇宙が晴れ上がると、宇宙の中性化イコール中晴れ上がるんですが、その剥がれ上がった時の、からそこから出てきた光が実は現在まで見えていて、それを、宇宙のマイクロ波背景、輻射背景放射とこう呼びますが、これは、今説明したことです。これ横軸時間ですが、大体こう宇宙最初にバーッとこうたくさんの電子がうろうろしてて、それにこうぶつかるためにですね、光がまっすぐ進めない。だけれども、それが全部この、陽子に吸収されて、中性になるとですね、光はその中性だとまっすぐ進めるわけで、まっすぐ進んできて現在マイクロ波背景放射として見える。でこれはですね、ちょうどあの空を見た時にですね、曇っている時はこれは可視光ですね、私我々の目で見えるのは可視光ですが、雲の向こう側は見えないわけですね、雲の表面が見えます。で、逆に言うとその雲の表面の様子とかいうのは、まあ、結構わかるわけですね。でこぼこしてるとか、大きな、でこぼこが小さいがあるかとか、なんとかっていろんなのはあの観測すると見える。だけどその向こう側は見えない。だけどもこれを電波で見るとですね、大体30ギガヘルツと、まあ、この Wi-Fi で使ってるぐらい の電波ですが、それで見るとですね、40万歳の時の先ほどのここが見えるんですね。これが見えるっていう、これが大発見だったわけです。で、これが宇宙が扱った時の、証拠である。で、なんで今電波になっているかというと、実は宇宙が膨張するとですね、この宇宙、光の波長も宇宙のサイズとともにこうだん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 伸ばされていきます。そういうわけで、宇宙が晴れ上がりの時期の実は高温の光っていうのは紫外線の光なんですが、だん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 赤くなって赤外線になって、さらに波長が伸びて現在マイクロ波、電波になっていると。こういうことが起こってて、それがこれ見えているのがこれですね。これはプランク衛星ってつい最近の絵ですが、描くその40万歳の時の宇宙の地図。
で、この、微妙に赤いところが少し温度が高くて、青いところが少し温度が低くてですね、この温度の、高低差の、まあ、相対比がですね、10万分の1ぐらい、ものすごい小さな揺らぎなんですが、その揺らぎが非常に、我々の宇宙 その初期のいろんな情報を持っているということで、今すごく一番一生懸命調べられている宇宙論の一番最先端の話ですけれども、でこれはだから、現在の宇宙を100歳とすると大体生後1日目くらいの宇宙です。で、この、青い部分、青い部分、冷たい部分が実はですね、だん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 銀河とか銀河団になって我々の現在になっている。それではその、今言ったビッグバン、要するに、その以前というかですね、熱い宇宙の以前は何だったかというのは、これはまあ、1980年ぐらいまでは全く分からなかったんですが、ちょうどその頃いろいろ素粒子の理論とかの発展に従って出てきたアイデアがありまして、実はその真空のエネルギーという概念が出てきます。真空のエネルギーっていうのは、通常の生活では全く何の役にも立たない、スカみたいなものなんですけれども、それを宇宙論、このアインシュタイン方程式に適用するとですね、いや宇宙が加速的に膨張するとすごい悪さをするんですね。で、まず そういう悪さをするようなやつは、なんで導入したかっていろいろそのアインシュタインに絡んだ話はいろいろあるんですが、それ、ずっとアインシュタインがそういうのを言い出してからですね、40年間50年間もっとですかね、60年ぐらいは、まあ、死んでたわけですけれども、それが、ここで出てくる。で面白いのはその現在ではなくて大昔にそういうなんか有限の真空のエネルギーがあると宇宙は加速的に膨張するということが分かって、それを使って現在の宇宙の構造を、説明しようという理論が出てきて、それをまあインフレーション宇宙モデルといいますが、それが現在、まあ、信じられています。それをサポートする実験事実がたくさん出てくる。で真空のエネルギーとは何かっていうと、実はですね、だから潜在的なエネルギーだけを持つ、だから通常何の役にも立たないんですけれども、実はですね、面白いのは真空で何もないはずなので体積を増やしても密度は変わらないんです。体積を外して密度が変わらないとですね、体積が増えれば増えるほど宇宙が膨張すればするほどエネルギーはどん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 増えていく。でエネルギーがどん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 増えれば増えるほどまた宇宙は膨張するというわけで、その倍々ゲームでですね、結局その潜在的なエネルギーは莫大なエネルギーとして生まれることができる。だけども潜在的なエネルギーは潜在のままだったら何の役にも立たないんですが、それがある日その潜在的だったと思っているエネルギーが普通のエネルギーに転換する。実は そこがインフレーションエネルギーの一番、インフレーション宇宙理論の一番重要なところなんですが、その潜在的なエネルギーを普通の物質に転化する、まあ、プロセスを気がついたってことですね。それに気がついたおかげで話がうまくいくようになるんですが、で結局ですね、何が起こるかっていうと、まあ、最低宇宙誕生後の宇宙どんな小さかったか分かんないんですが、それがまあ10の30乗倍ぐらい以上は大きくなっただろうと、なったはずだということが観測的に言われて、で、そうするとですね、まあ、現在の我々の宇宙はこの大きな巨大な宇宙の中の本当わずかな小さな部分で、わずかな小さな部分だとですね、こういう球で分かりますが、球のわずか、例えば地球上で地球丸いわけですが、この高度ぐらいの大きさのレベルでは地球は全く平坦だと思っていいですね。と同じようにですね、ものすごい大きくなってしまった宇宙の中の小さな部分を見ると完全に平坦に見える。だから宇宙は平坦であるというのが実はインフレーション宇宙モデルの予言です。でこの予言も非常に見事に観測と合っています。で、実はそれだけではなくてですね、そういうこの小さいところが大きくなるときにですね、小さいミクロの世界でパタ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 した量子揺らぎっていうのがあるんですが、その量子揺らぎがマクロに見える姿に大きくなります。これが現在の銀河や銀河団などの、作っているだろうと。でそのまあ、これも例ですが、例えですが、その量子的な真空というのは実は何もない静かな空間ではなくてですね、ミクロのレベルではなんか生成消滅をこの素粒子が繰り返している。これはちょうどですね、なんかこの、非常にマクロのレベルから見ると、まあ飛行機の上から見ると、例えばその海なんかものすごい平らで全く静かな平坦な平面のように見えますが、もちろんよくご存知のように近くに行くとものすごい波立っているわけですね。うろうろしてる。それとよく似ています。でこういう揺らぎがですね、実はこの場合もこの単に揺らいでるだけだったらいいんですが、この揺らいでるこの瞬間にですね、これをですね、急激に例えば1秒間にですね、100万倍ペッて引き伸ばすとですね、この揺らぎ凍りつくわけですね。この揺らぎは元に戻る時間がない、
凍りついてしまう。そういうわけで凍りついた大きな、ものすごく小さなミクロな揺らぎだったものが大きなスケールに凍りつきます。で、凍りついた後でこのインフレーションがそのエネルギーに転化して我々のビッグバン宇宙ができるわけですが、その時にその凍りついてきた揺らぎがこの熱い宇宙の中の揺らぎとして残っている。これが先ほどお見せしたその宇宙背景放射の小さな揺らぎとして現在の銀河団を作るということになります。それでその観測的、今言いましたように理論的予言は、だから極めて良い生態と空間が平坦でないといけない。それからインフレーション中の真空の揺らぎ、この真空の量子揺らぎって、だからまあ、あの真空のことは先ほどのまあいろいろ QCD とかいろいろありましたけども、この100年間のそのいわゆる量子場の量子論というか量子力学の発展によって非常によく分かってます。どういう性質を持ってるかっていうのは、あのどんな粒子だったらどんな性質を持って、どんな場だったらどんなふうな揺らぎの要素があるというのが分かってますから、それとこのアインシュタイン理論を、真空のエネルギーを持ったアインシュタイン理論を、適用するとですね、どんな揺らぎのスペクトルでどのぐらいの大きさのものが出るかっていうのが、あの、まあ、予言できる。それが完全に実験データとよく一致してます。ただこれはまだ一致してるというだけで、 ある意味でその、なんていうのかな、膨張、非常に強い証拠であるけれども確証にはまだなってないっていうのが皆さんの認識で、その確証を得るために何をすればいいかというと、実は重力波だ。これはあの最近その LIGO という大きなその重力波干渉計が、あのアメリカにあるやつが重力波を見つけたというニュースが、ご存知の方も多いと思いますが、その、重力波はまあ非常にある意味でこの宇宙論から言うと短波長の重力波なんですが、もっとものすごい超波長の重力波、例えば波長がですね、100億光年ぐらいの重力波、10億光年から100億光年ぐらいの重力波っていう、だからもうほとんど振動なんかしてないような重力波ですが、そういう重力波をこのインフレーション宇宙は生み出す。そうするとですね、このそういう重力波は実はこの本当にわずかわずかですけれども、時間的にその10億光年ぐらいのピリオド、周期でですね、ゆっくりゆっくり変動します。そのゆっくりゆっくり変動している中をこう光が伝わってくるとですね、実はその重力波の、そのどのぐらいのアンプリチュードのものがあるかっていうのを捉えることができるっていうので、これはライトバードという計画がつい、今年の6月5月かな、JAXA が認めました。なのであと10年も経たないうちに打ち上げられて、こいつがこの重力波、このインフレーション、あ、ごめんなさい、なんで重力波かを最初言いませんでしたね、時空自身のもう先ほどはなんかそういう真空の揺らぎ、普通の物質の揺らぎだったんですが、時空自身、アインシュタインの理論自身も量子化されるべきである、量子重力理論といいますが、そうするとその証拠である時空自身の揺らぎが重力波になるということが知られてて、これが見つかるとですね、このインフレーション宇宙の証明だけではなくて、実は量子重力の証明にもなります。というわけで、ものすごい期待がかかっています。でさらに元に戻ろうと、これはもう分かんないです、分かんないですが、例えば本当の始まりどうだったかっていうのは、そのいわゆる量子重力的な世界、その中ではまあ何かその時空自身がですね、ボコ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 、単にさっき言ったように何か粒子が生成消滅じゃなくて時空自身の生成消滅が起こってるんじゃないかっていうことを言ったのがこのウィーラーって方で、これはスペースタイムフォーム、時空の泡理論って言います。でこれはもちろんまだ全くの何ていうか、コンジェクチャーであって、全く何の証明もないんですが、これのベースに基づいていろんな議論が現在されているというわけで、まあこの辺がまで分かってくるとですね、宇宙が本当にどうやって始まったか、宇宙の謎が解けるだろうとこう思っているわけですが、でもまとめますと、宇宙誕生直後にですね、真空のエネルギーで満たされた時期があって、その真空のエネルギーによって宇宙はインフレーション的な膨張をして大きな宇宙が誕生、その宇宙の大きな宇宙 の全てをまあ物質と光に転化して、我々この全ての世界にを満たしているエネルギーとかですね、まあ、生物も含めた全てのものがこのインフレーション宇宙を母親としてで生まれてきたんだという、こういうのが現在の我々の理解である。しかしもちろん、先ほどの宇宙の初期のことも含めてですね、まあ、今日は時間が全然なかったですが、現在の宇宙も実は小さなその真空のエネルギーによって加速膨張が始まっているというふうに思われています。宇宙の加速膨張っていうのがまた再び始まっていると。で、それが一体その元は何なのか何かというのも非常にみんな興味を持ってやってます。
というわけで、まだまだ謎だらけで今後の発展に期待してください。これで私の話を終わりにします。ありがとうございました。